先週末に行われた、ブンデスリーガの試合で、暗い、バイエルン・ミュンヘン相手の勝利に大きく貢献した、フランクフルトの鎌田大地。多く、ドイツメディアなどで今不死のベストイレブンに選出されている。今シーズンの欧州サッカーは、ダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料を、実施中。フランクフルトは20日に行われたブンデスリーガ第22節の試合で、バイエルンと対戦、矢部誠と共に先発出場した鎌田は、前半12分、先制点を挙げたのに続いて、31分には、MF アミン・ネスによる、追加点をアシストした。バイエルに1点を返されはしたが、フランクフルトは2-1、勝利で5連勝を飾った。独死。キッカーでは今不死、ベストイレブンに、フランクフルトから鎌田、ユネスの2人を選出。大手データサイト、トラファーマークとでは鎌と、ユネスに加えて、GK ケビントラップもフラクフルトから、ベストイレブンに選んでいる。元メディア、ヘッセンシャウでもフランクフとから、同じ3人を、ベストイレブンに選んだ。鎌については、ユネスと共に前半にバイエルを圧倒しかけた。12km 以上を走り、いつも通りに始め、的なアイディアを発揮し、1得点1アシストで最決定的な存在の一人だったと評している。リーグ公式ウェブサイトでは、ファンタジーサのポイント獲得数に基づいた、ベストイレンを選出し、こちらも、フランクフルトから鎌と、ユネスが名を連ねた。鎌田については得点、アシスト数ともに、ドイツでの自己最多をさらしたことに言及している。両。